広島市役所は、地方公共団体である、広島市の執行機関としての事務を行う施設である。1889年4月1日、市政施行し、広島県の県庁所在地となる。1980年政令指定都市に移行した。広島市への原子爆弾投下という歴史を持ち、原爆や平和への取り組みに特徴がある。旧庁舎の一部を保存し資料展示室として、 使用されており、これは現存する被爆建物の一つ。敷地内には被爆樹木であるソメイヨシノが2本ある。下記の通りもともとは旧庁舎の地下室であり、爆心地から1 0 2トルに位置した。被爆当時は配給家の倉庫として使用されていた。1985年新庁舎建設に、伴い地下室のみ保存し資料展示室となった。 旧庁舎の建物資料、被爆後救護活動に尽力した職員など関係者の資料、被爆時の状況を示す資料を展示している。なお、見学には事前に許可を取る必要がある。八百七十八年十一月一日、同年制定された軍区町村編制法により、広島県第一大区が広島区と解消されると、区の役所は大手筋一丁目に置かれたが、 ほどなく12月23日には、新千葉町の正清院に移転した。ついで1882年7月1日には、中島新町の全福寺隣の旧広島藩、米倉の跡地に、木造の新庁舎が落成し、ここに移転した。1889年4月1日の市政施行により設置された広島市役所はそれまでの広島区役所をそのまま、 継承、9月21日には、会長式を挙行した。この時期、市役所が中島地区に置かれた背景には、当時この地が半世紀以来の大商業地区であった、ことが挙げられるが、中島新町に隣接する、過去町には、広島県庁、県病院が置かれ、この近隣は、市政、県政の中枢地区としての地位を占めていた。 被爆後の広島市役所道場1921年制定の都市計画法による隣接7町村の編入合併が現実化すると中島新町の庁舎では手狭になることが予想されたため市役所の移転が計画されるようになったその結果移転先の敷地として選ばれたのは国体寺町の思考街道南隣の市立高等女学校跡地であった マスダ・キヨシにより設計された新しい庁舎は、地上4階、地下1階の鉄筋コンクリート作り建築で、1928年4月14日、中島新町の初代庁舎からの移転が許可された。1945年8月6日の原爆被災で、爆心地から南に約1キロメートルに位置していた、国体寺町の庁舎は、大きな被害を受け、窓ガラスが飛びない部は全焼。 当日庁舎内にいた者の,のうち、約30名は年内に死去した。しかし耐震建築であったため構造的な被害はなく、直後から市民の救護所となった。また、市の中心部からやや離れた七三三六の山陽門徳殿に前もって、疎開させていた戸籍現場は何を逃れ、しばらくの間ここで戸籍業務が行われた。被爆した庁舎は、 第二次世界大戦後も一部の修復を経て長く使用され、1985年に新庁舎建築により一部を除き取り壊された。ありがとうございます。